こんにちは、レイセンです。今日は5月11日月曜日になります。絶食757日目、フルタリアン実験会に1日目です。会にもう一回改め、さらに改めというか仕切り直しだねします、今日から。で、現在時刻は午前10時8分ぐらいですね。今日はフルタリアン実験、ちゃんとしたフルタリアン実験っていうかな、やっていこうと思っています。なんでフレッシュジュースと塩水だねでやる。で、あとさらに追加で今日からは極地減量法だね。極地減量法、腹1分目まででやっていくっていう形だね。ごくち飲んだら戻す、1時間ぐらいしてまたお腹空いてきたらごくち飲んでまた戻す、冷蔵庫に戻す、これでやっていく。お腹を膨らませないっていうのかな、腹1分目だね、1分目でとどめるっていう形、この実験を今日からやっていきます。そしたら絶食757日目始めていきます。今日もっていうか久しぶりだけどフレッシュジュース作っていきます。甘夏3個、小さめのやつだね、小さめの3個、これで 761g です。そしたら作っていきます。500だな。したらこれ飲んでいきます。で、これこっからだね、こっから5口だね、5口。これで5口だね。だいたい100ミリぐらいで5口だもんで、で1時間ぐらいするとお腹が減ってくるんだわ。そしたらまた冷蔵庫から出して5口飲んでっていう、このやり方でやっていきます。あと塩水だね、これ2日前に400飲んだやつがまだ残り500残ってるもんで、これから取っていく。これも一応あんまり飲みすぎないようにね、少しずつ飲んでいきます。次入れていきます。測ってなかった。甘夏2個で 938g ですね。したら作っていきます。600だな、600ですね。したら飲んでいきます。
3回目のフレッシュジュース作っていきます。これ甘夏2個で 807g ですね。これで作っていきます。これいくつ、まあ500ちょっとあんな、550かな、まあ550ってとこですね。したら飲んでいきます。おはようございます。今午前11時45分ですね。そしたら今日もウイローリ、今日もじゃないか、今日はウイローリ2回やってから体重測定入っていきます。ウエスト測っていきます。正面、側面と背中、68ですね。血圧測っていきます。108-79です。今日の結果報告です。今日は天気晴れですね。睡眠時間は8時間半ほどとっています。今日はなんかね、異様に寝ちゃってるんだよね。正午12時から午後1時までの1時間と、午後2時半から3時半までの1時間と、翌日午前4時半から11時までの6時間半ですね。合わせて8時間半。まあ午後2時半から3時半はね、ちょっとあやふやなんだよね。大体でつけた。大体でつけた。まあ、うん。まあでも、そう大きくは変わってないと思うんで、こんなもんでしょう。ウォーキングとウェイトトレーニングは今日もなしです。日中の室内温度午前9時50分頃、計測で26度。湿度は 36% でした。飲んだもの、野菜ジュースは今日はゼロです。全く取ってません。豆乳もゼロです。果物ジュースもゼロです。で、果汁、午前10時15分頃、甘夏 761g でできたのが 500ml。2回目、午後4時45分頃、甘夏 938g できたのが 600ml。3回目、午後11時45分頃、甘夏 807g できたのが 550ml。合計が 2506g ですね。2.5kg。で、1650ってところです。水は1400になります。合計が3050ml。水1400のため、実質は1650ml になります。なので、今日は 1.7 リッター絶食です。今日はいいね。まあ、このぐらいの量、1.75 が、まあ、魂教えてくれた量だもんで。うん、これがいい。なんだけどね、今日ラストね、11時45分に作ったっていうのもあってね、
割と余っちゃったんだば、うん、余っちゃったもんで、最後は極地減量法じゃなくてもうちょっと流し込んだって感じだけどね。で塩抜きます。 14g 取ってます。今日はまあ普通に取れてはいるんだけどね。でこんだけですね。香辛料も使ってないし、うん、まあトヤミックスとか作らないときはね、香辛料を、うん、使う場所はないっていうかね、うん、あと今日はまあスープも飲んでないもんでってとこです。で尿回数7回出てて、濃さ薄め、あとかなり薄い時と完全無色の時がありました。量は平均的な量ってとこです。大便0回です。今日も大便出てません。おならは少ないですね。で、まあ、匂いはわずかに感じることがあったってところです。うん、今日はおなら出てない、ほとんど出てないね。まあ、なんかところ計測時刻、今日の計測時刻は正午12時10分頃に計測しています。昨日よりも3時間と10分ほど遅いですね。まあその分 0.3 キロ減ってることになります。体重 58.00 キロ、昨日に比べてマイナス 0.4 キロの減少です。なんで昨日と同じ時間に測ったらマイナス 0.1 キロだね。 0.1 キロの減少ってところですね。まあ、そう大きく変わってない体重はね。で BMI は 18.3 でマイナス 0.1、 体脂肪率は 12.3% でプラス 0.2% の増加です。なんで、まあ、体脂肪率も 0.2% ぐらいだったら、まあ、誤差の範囲内だもんで、まあ、今日は体重も体脂肪率もそう変わってないってとこですね。うん、血圧108の79、最高血圧変化なし、最低血圧プラス4なんで、血圧もなんかそう変わってないんだよね。うん、今日 14g 抜きます取ってるんだけどね、血圧あんま上がってないね。この辺はあれかな、フレッシュジュースだけでやってる、あと今日は極地減量法でやってたからね。うん、フレッシュジュースを極地減量法でやると割と血圧上がんないかもしれないね。上がんないかもしれない。まだ1日だけだから、もうちょっと様子見ないとってところです。脈拍80でプラス8、ウエスト68センチで変化なしです。まあ、脈拍が若干上がってるけど、なんだろう、今割と涼しいんだけどな。ちょっとくしゃみとかしたからね、血圧測るときに。まあ、くしゃみした時の数字は採用してないんだけどね。測ってる時に一回くしゃみが出て、で、まあ、そこで表示された数字はもう無視して、でもう一回測り直してるんだわ。今日3回測ってるんだよ。うん、もくしゃみ、ただくしゃみが出たりしたもんで、その辺の余波っていうのかな、ないと思うけどな、影響はないと思うけどな。測り直ししてるからね。まあ、あんま気にしなくてもいいでしょう。80、ちょっと80なんか高い気がするけどな。脈拍は60台ぐらいでいいと思うから。で今日の気づき、今日はね、夜中にね、蚊に刺されまくったんだわ。寝る前、寝る直前だね、ちょっと前にね、まあ、布団入ってからだね、布団入ってから蚊に刺されまくってんだ。2匹の蚊にね、もう足とか腕とかね、まあ、えらいこと寄ってくるんだよね。でブスブス刺されたね今日。日中は全く刺されなかったんだけどな。で極地減量法をねやってる時は刺されなかったんだわ。でラストだね、ラストちょっとやっぱ遅い時間に作りすぎちゃってて、極地減量法じゃねさばけなかったもんで、もうそろそろ寝ようかなって時にまだ半分以上残ってたもんで、でまあ一気に飲んだよね、飲み干したんだよ。まあしょうがないもんで、極地減量法を無視してね、それがね影響した可能性はあるってとこですね。一気飲みするとあかんかもしれないなって思った。フレッシュジュースね。だけど今まででもね、今までなんか極地減量法じゃない時、一気飲みで500ぐらい飲んじゃってた時でも、500飲んだからといってすぐ蚊に刺されるっていうことはなかったんだよな。なんだろうな、ちょっと何とも言えない状態ですね。もしかしたら極地減量法を今日やったもんで、それでなんか体のなんていうのかな、毒素がちょっと
浮き出てきたっていうか、うん、あ、そういうのとか、なんか体調面で変化が生じた可能性があるっていうところですね、もしかしたらね。でその影響で一時的にあの蚊が寄ってくるような匂いが体から出てっていうね、わかんないんだよねこの辺は。理由を考えると思っても、うん、まあもうちょっと様子見ってとこですね、うん、これでフレッシュジュースで 1.75 リッター続けてって、あんまり頻繁に蚊に刺されるようだと、うん、どうかな、もうちょっと減らしたいなとか思ってくるけどな、減らせばどっかでね蚊には刺されなくなるけど、 1.75 だと多いのかもしれないし、うん、だけど魂は 1.75 っていうから 1.75 が一番いいとは思うんだよね現状ね、うん、まあ、徐々に減らしてはいくことになると思うけどな、うん、ずっと 1.75 ってわけではないって魂も言ってるから、うん、なのでさ今は 1.75 だけど、あのどんどん減らしていくことになるもんで、うん、そしたら、まあ、蚊には刺されなくなると思う、どっかでね、うん、まあ、そんな感じです。一応ね今日あの極地原理法でやった感じ調子良かった、ああ調子良かったね、割とやれるんだ、あの気合い入れてやるぞって思ったら割とやれるんだなっていうところですね。あの気合を入れる踏ん切りをつけるっていうのがね難しいんだけどね、でもいざあのやろうと思ってね踏ん切りつけたら割とやれるんだわ、うん、そう問題なかったね今日も。であと瞑想だね、瞑想とかリラックスとかああいうのが大事だな、ああいうのちゃんとやればね割といける、な少なくとも今日に関してはね、どのぐらいこれを継続できるかっていう、そこがまあネックの問題になってくるんだけど、うん、今日は割とやれたってところです。まあ塩水もやっぱお腹ちょっと空いた時に塩水取るとね、あのお腹の空腹は消えるもんで、まあ、そういうのも良かったし、うん、まあ、問題なくやれた。で甘夏粒はねあんまり甘ったるくならないっていうかな、のでもあんまり甘ったるいって感じじゃないもんで、うん、その辺もプラスに働いてるかもしれないし、エネルギーもね割とある、うん、甘夏は使える、結構使えると思った、うん、調子いいんだけどね、この量だって1日6個から7個使うんだわ一気にね、割とすぐなくなっちゃうんだよね。すぐ消えてっちゃう。甘夏でも7個で600円ぐらいなんだよ。7個でね。だいたい600円ぐらいで売ってるから、1日600円か。600円で済むのか。600円で済むなら割とやれるな。甘夏なら割とやれるかもしれない。で、あのカーチバンカンとかだと甘夏よりも安いから、うん、カーチ、ただね、甘夏よりもエネルギー少ないかもしれないんだよね、カーチバンカンとか、バンカンはね、天草バンカンとかね。うん、あのグレープフルーツよりもなんか酸味とか味わいがちょっと薄くなった感じっていうのかな、バンカンはね。まあ爽やかっていうかマイルドっていうか、うん。割とねほいでも美味しかったりするんだけどね、ちょっと物足りなさを感じるっていうのがそのバンカンの特徴ではあるんだけど、でもね結構美味しいんだよ、バンカン美味しいんだ、値段安い割に美味しいんだわ、飲みやすいっていうのがあるかな、飲みやすいんだよね、そう酸っぱいとかね甘ったるいみたいな感じがなくって、なんかあの特徴の少ない爽やかな感じなんだ、特徴の少ないっていうか、まあそれが特徴かもしれないんだけど、まあなんかちょっとまったりした爽やかさっていうのかな、そんな味わいなんだよね、うん、だエネルギー的にとかの心が満足しにくいとかいうのがあるかなと思うけど、うん、で値段的には安いもんで、まあ甘夏はけたらバンカーンちょっと実験で試していこうかなと思ってるところです。一応まあ注文はしたんで、うん、そのうち届くだろうって思います、うん、なとこですね。明日も同じように、うん、極地減量法で甘夏でやっていきます。ただ3日、あと2日ぐらいは甘夏でいけると思うんだよな、2日3日甘夏でやれると思うから、うん、多分ね、多分まだ、うんうん、そのぐらいはあると思うから、うん、一応まああの2、3日甘夏でやって
って実験して、でそれからまあ晩間だね、晩間やってみようかなと思ってるところです。明日はだから甘夏だね、甘夏だけで極地減量法で、あと塩水だね、塩水と甘夏だけでやる、うん、まあそんな感じです。うん、今日はそんなところですね。ね、そしたら、絶食750、7日目完了です。それではまた明日。